CSA は人工衛星の保有、運用を行う多国籍企業。ルクセンブルク、ベッツドルフに本拠を置いており、ルクセンブルク証券取引所とユーロネクストパリに接スのティッカーシンボルで上場している。ラックス、CAC ミット60、ユーロネクスト100などの株価指数にも選ばれている。セは売上高で世界第2位の情報通信衛星運用者で、 五十二個の静止地上観測衛星を運用しており、世界人口の九九十パーセントが利用可能である。これらの衛星は民間、政府機関、TV 放送、世界中に向けた、ラジオチャンネルなど通信サービスに提供されている。二千十一年末で、セの衛星は、h d t v 千二百 c h を含む五千二百 c h 以上の t v 千を超える、ラジオ局、 44の放送衛星プラットフォームを世界に放送している。もともと1985年に欧州衛星会社として設立され、2001年セグローバルに改名、2006年にセに改名した。セは世界の衛星通信事業の主要企業であり、多くの重要な産業開発の先駆者であり、DTH 通信、無料地域放送や衛星の共同保有。 デジタル放送、HDTV などを先区に取り入れている。2007年、セは今年の衛星運用者に選ばれており、CEO のロマン・バウシュは2002年に今年の衛星経営者を受賞している。運用会社と利益からセは衛星伝送容量を確保し、軍用通信や政府用通信、メディア放送やビジネなどのための関連サービスを提供している。 セエセイはラジオから MPEG-2 や MPEG-4 の HDTV まで様々なフォーマットの電波を送信している。セは欧州の DTH 市場開拓の主要企業で、アメリカでもケーブルテレビと放送衛星の主要企業である。欧州ではセは HDTV の導入の先駆者であり、HD レティの仕様とラベルで HDTV 規格の定義に尽力した。 アメリカではケーブルフィードサービスとアメリカの最大の衛星ベース HD チャンネルプラットフォームである HD プライムを導入した。セは近年の試験放送開始で一時 3DTV も試みている。セは会場と地上サービスが利用できない遠隔地の住宅ユーザーのための衛星によるブロードバンドインターネットアクセス、セブロードバンドを提供している。セは 政府機関にビデオ、インターネット、音声、データの配信のための衛星能力を政府に供給している。セは相乗り機器市場で活動しており、エグノスやアメリカ政府向けなど、政府や機関のために計画中、建設中の衛星の余分の空間を売却している。セは1985年にルクセンブルク政府の支援と主導によって、 ソシエテロピンでサテライツとして創立された。ルクセンブルクは主要株主を維持している。1988年、ヨーロッパの最初の民間衛星運用者として世は、アストラ 1A をアストラ19.2度 E に打ち上げた。ルパート・マードックのスカイテレビジョンは、ドイツの放送局プロジーベン、サット1、RTL グループが、アストラの最初の顧客となった。 1990年からアストラは1400万のケーブル DTH 視聴者に向けて放送を行っていた。セは相互バックアップを提供し固定受信用パラボラアンテナが受信できるチャンネル数を増加させるためにいくつかの衛星が同じ軌道位置を共有する同位置設置を先駆的に進めこれはサテライトネイバーフードとして知られるようになった。 アストラのプライムスロットである統計19.2度は最大8つの衛星がこの位置を共有し、アストラの信頼性の定評構築に役立った。ドイツ政府による1991年のパラボラアンテナ導入の自由化決定に助けられ、ドイツ市場は急速に成長しアストラの欧州市場で最大となった。この時世は直接配信型衛星放送を提供する衛星システムで、 手動的位置を獲得し、このシステムは世界最大の TV 配信用衛星プラットフォームとなった。1996年、アストラ1位が打ち上げられ、セはカナルと共にデジタル衛星放送に参入した。1998年、セは英国市場向けに新しい軌道位置である統計28.2度にアストラ 2A を打ち上げ、最終的に英国と アイルランド向けの伝送容量をすべてこちらに移動させた。同年、セはルクセンブルク証券取引所にセスグの取引名で上場され、2005年にはパリユーロネクストにも上場している。1999年、セこれまでのヨーロッパ市場を超えて野心的な世界展開を始めた。地理的拡大は商用、通信企業、政府向けなどの通信サービスやブロードバンドアクセス。 技術コンサルタントサービスをカバーするため、セの TV 放送のみを超えたサービス拡大と密接に関係して行われた。1999年セはアジア太平洋地域での足がかりとして香港に基礎を置く衛星運用者であるアジアサットの34.13%の株式を取得した。1年後、セはスカンジナビアの衛星放送ノルディックサテライト、 AB の50%の株式を取得し、北部、東部欧州でのカバー範囲を拡大させた。同年世は、ブラジルの衛星運用企業、スター1の19.99%を獲得し、ラテンアメリカにも進出した。2001年世は、アルゼンチンのナヒューエルサットの28.75%を購入したほか、GE アメリコムを買収し重要な北アメリカ市場で、格好たる立場を得た。 これによって、セアストラとセ、アメリコムの二事業体を持つセグローバルが形成された。また、これによってセは2001年当時世界最大の41機の静止衛星群を運用する企業となった。その後、2003年にサーブの保有比率を75%に増加させセシリウスに改名、2005年にカナダの衛星運用者シエルとメキシコのケツサットの事業に参加。 ナヒューエルサットから売却部門を取得した。セは2005年にサービス提供者デジタルプラウトセンター GMBH を買収し、2006年にはドイツの政府サービスプロバイダであった NDSATCOM を買収、単一帯域幅供給を超えたサービスポートフォリオを開発した。また2006年、セはニュースカイズサテライツを獲得し、セニュースカイズに変名。 6つの衛星を、セの衛星群に加え、アジア、中東、アフリカでの放送範囲を拡大させた。2007年セは保有していた、アジアサットとスターワンを、ゼネラルエレクトリックとの合同業務に売却し、この合同業務もセから売却された。2008年セは、セ、シリウスの保有比率を90%に引き上げ、2009年9月に2つの国際運営組織であるセ、 アメリコムとセニュースカイスを統合し、セワールドスカイスとした。2009年セと中東の衛星運用者ヤハサットは、ヤハサット 1A の23クーバンド中継機の商用化のため共同でやライブを創立し、中東、北アフリカ、西南アジアで直接配信型 TV サービスを行うことを公表した。また、同年には、オーサンビットネットワークスの世界の振興地域向けに、 高速、低遅延で網の目のように張り巡らされたインターネットブロードバンドを中継するため中軌道に衛星群を配置する計画に投資することを公表した。2010年、セはセシリウスへの出資比率が100%になり、プロトスターマイナス -2 の買収を中止しセマイナス7と解明してインドと南東アジアをカバーする衛星群に統合した。2011年5月、 セは、日常業務並びに、取締役会の意思決定の準備のために責任を、持つ執行委員会のもと、当時子会社であった、セアストラとセワールドスカイスを統合するため、新たな合理化された管理組織のもとで運営していたと発表した。セ執行委員会には、社長で、CEO のローマン・バウッシュ、最高財務責任者のアンドリュー・ブラウン、技術責任者のマーチン・ハリウェル、 広告責任者のフェルディナンド・カイザー、開発責任者のガーソン・ソウトラが含まれていた。9月、セは統一されたの経営人と企業名の下での組織活動の合理化のために、企業は再編され、再命名され、2つの参加企業、セアストラとセワールド・スカイスを飲み込んだ。2011年8月、アストラ 1NA 生が、アストラ28.2度 E と呼ばれる。 衛星位置に打ち上げられ、9月に、ケツサットマイナス1が77度 W の位置に打ち上げられた。2012年2月、セマイナス4の打ち上げに成功し、セの衛星群の中で、最大、最重で、最も能力の高い50個目の衛星となった。2012年7月、セマイナス5が、バイコヌルール宇宙基地から統計5度に打ち上げられ、51番目のセの衛星になった。 サハライナンのアフリカや北欧、バルト地域などをカバーするために36空バンド中継機を持ち、ヨーロッパ、アフリカ、中東向けに28対 C バンド中継機が載せられている。2012年9月、アストラ2回がギアナ宇宙センターから打ち上げに成功し、3機が予定される次世代衛星の1台目として、統計28.2度の第2アストラ軌道に投入された。 衛星はヨーロッパ全域、北、アイルランド、サハライナンのアフリカに DTH テレビ放送が行える空バンドとセブロードバンド衛星の中央ヨーロッパのインターネットサービス向けカバンドが利用できる。ありがとうございます。